ちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ。でも1位とかさ、ここで待ち伏せてたのか。多分目の前にしたら多分意識保ってんのも無理よ。本当に多分バタバタ周りの人倒れてくよ、1位と2位いたらね。マジシャンクスがね、白ひげの船に会いに行ったみたいになるよ。ええ、私は旅人の元素力を感知することができる。力の移動する方向を頼りに場所を推測したの。あー、そうなんだ。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ。何か手がかりを見つけたの？そう、なんかティナリがいるかもみたいな話ですよ。オイラたち、以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリって言うんだけど、前に賢者に勧誘されてるの。ナヒーダも一緒に行ってみるか？適正につき少々威嚇すなよ。このセリフを何人がわかるんだろうな。ワンピースちゃんと読んでるやつじゃないと多分わかんないからな。敵戦につき少々威嚇したってとこね。え、行くわ。その彼を巻き添えにせずに済めばいいのだけれど。はあ。まあティナーリがどうしてここに来たのかまず聞くことだよな。そこから全ては始まるって感じだよな。ティナーリー、ハイパシアか。びっくりした、誰か分からんかった。なんでハイパシアがここにいんだ。こんにちは。まあ学者だからか。旅人ではありませんか。お久しぶりです。すげえ声響いてんな。お前はハイパシア。久しぶり。まあ学者さんだからまあいてもおかしくはないか。本当ですわ。なんて嬉しいことでしょう。あなたたちに会えるなんてとっても幸運ですわ。元気してた？どう調子は？この人は？確かに。なんて説明したらいいんだろう。今最も君に近づく人間よ。多分。このスメールシティの中で今最もナヒーダに干渉しそうな人間です。オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。あの時はサティアオダライフの段階にいたんだ。今はどうなの？そうなの。ナヒーダからしたらちょっとあれか。ええ、よく知っているお友達です。ここに来てからというもの、私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ。本当にちょうどいいところに来てくださいました。何ちょうどいいところって。ハイパシア喜びすぎだぞ。ところでアビディアの森を離れるなんて、もう森で修行しなくてもいいのか。ずっと修行してるわけじゃないじゃないの。だって学者の仕事もあるでしょ。いや待てよ。いやさすがに無理だろ。修行が終わってもうパリプーナライフに入ったのか。さすがに無理だろ。どうでしょうね。ね、濁すな。さっさと教えてくれればいいじゃん。意識の中で神に会いましたの。え、そうなんですか。隣にいますけど。記憶にないらしいですけど、これはやられてないですか。すごいね。すごいけどちょっと雲行き怪しくなってきたな。このゲームマジでモブに容赦ねえからな。あなたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんて。操られてんの？なんと素晴らしいのでしょう。神と意識を交わすことができたあの瞬間は、この比類なき思考の体験でした。ブルブルしとるわ。ナヒーだと同じことやってる。そんなにすごかったのか。クラクサナリデビはなんか記憶にないっぽいが、実はティナリを探しに来たんだよ。そうなんですの。あ、少し待ってくださいな。あなたたちとの約束を忘れていなくてよ。あの時もし私が真の知恵を手に入れたら、あなたたちがかつて世界中で見たものを説明できるかもと言いましたでしょ。言ってたね。今の私は知恵を手に入れただけではございません。あなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよ。すごいな、ハイパシア。すごいけど、いや大丈夫、隣にいるから本物が。そんなことができるのか。ナヒーダとか言うな。あ、まあでもいいのか。まあナヒーダは偽名だからいいんだな。聞いたことはないわ。でも試してみたいのなら、私はあなたの意識を全力で守る。
どうなっちゃうんだろうな。ナヒーだと繋がるんじゃないのか。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。出た出た。これは必要不可欠な儀式なんですの。確実に違法なアロマね、パラハーム。またあのお香か。確実に体に害のあるお香ね。さてでは私の手を握ってください。大丈夫かな。意識をつなぐ通路を作ります。確実に非合法だからな、この効能は。どうあがいても合法なわけないもんな、これが。え、はい、準備はよろしいかしら。うわぁ、また DDLC みたいになってる。繋がれるのかな。うわ、繋がりそう。かつて三度も裏切られ、な、誰？この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。誰？僕の怒りが静まることはない。一度目が神、スカラマシだ。僕の創造者、僕の母。三票だろこれ。役立たずの僕を捨てた。なんでここで出てくんの。二度目が人、はあ、僕の家族、かわいい、僕の友人。それは恐怖に縛られ、なんでこんなとこで出てくるのこれ。僕を忌まわしいものとみなした、はあ、三度目が同類、僕の期待。同類、まだ羽の生え揃わぬ鳥。ええそれは寿命に支配され、僕との約束を破った。闇をつるまでの話。人を信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、うわ、スネージのようだ多分。かっこよ。見ると胸の内を刺激する。絶対見て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 。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされ。かっこいい。かっこいい。チョキ。恐れずとも、なんで出てきたの。痛みはほんの一瞬だ。うん、君たちの時代は今終わる。かっけー。かっこいい。なんで、なんで今出てきたの。これはどういうこと。マハルッカ・デバータでもキング・デシェルトでもないでしょう。あれは我々もよく知る、ねえ、残票スカラマシでしょ。え？何？でもハイパシアの言う神が残票なんかと何の関係があるんだよ。まあ神の器として作られたものだからな、スカラマシュ自体が。そもそもまあ一番稲妻編で言われてたけど、そのライデンが、いちびつありがとうございます妊娠しちゃった、ちょっとお子さんが。あのスカラマシュはライデン将軍が自分のなんだ人形を作るときに試しに作ったんだよな、自分の殻を。でそれをまあなんかこうスネージナヤに奪われ、なんか闇落ちしたみたいな話をしてたんだよな。なんかしばらく不老者としてなんか稲妻にいたんだけど、まあ、それがなんかいろいろあってスネージナヤにいたみたいな。100日ありがとうございますえ、はあ、残念です。本当に残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのはただの汚い人間の心。神よ、どうか私に慈悲を、私に救済を。大丈夫かな、ちょっと心配かもな。ハイパシア、気づいているかしら。これはパリプーナライフなんかじゃないわ、おそらく。博士、なるほど、博士か。なるほど、博士だ。
いじってるな、これ。アーカー社を通じて。だからスネージナヤの。なるほど。だから、残響のか。そういうことか。100ビッツありがとうございます。反応とか工作とか見てて楽しいです。ありがとうございます。すいませんね。なんかちょっと、この考えの好きでね、申し訳ないですけど、ありがとうございます。まあ、楽しんでいただいててね、ありがたいですね。しかして、本当に。ってことね、なるほどね。博士が、いじってっから、まあ、そのスカラマシュの話を、まあ、神としたなんかこう、見せてるみたいな感じなんだろうな。どうして怒鳴りつけるのですか？どうしてあの方たちは、私を避けるのです？ああ、だいぶ、まずそうだな。私は、神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべきではありませんか。暗闇の中で探索を続け、光を見つけたのですよ。目座っとる。ハイポシア。大丈夫か？そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まずいことになってきた。まさか、私は気が狂ったのですか？いや、辺りがおかしいわ。俺かける声が思いつかなかったぞ。なんて声かけてやればよかったんだ今の。何？お、ムビだ。あ、どこの兵隊だ？な、お、草の力を手に入れてる。ごめんな、全然使ってなくて。な、旅団か。30人なんかどっかのやつか。かっこいいペオルシン、いいね。ナヒーだ、大丈夫か？やばい、間に合うか。ペオルシン、あ、間に合わない。誰か助けて。あ、ナヒーだ。嘘でしょ。あ、知恵の伝道だ。ナヒーダの、あれ？ピオルシンがナヒーダになってる。あ、本体か。違う、ピオルシンがなったわけじゃないのか。え？見えたぞ。なんだ、あ、スカラマスの魔人武装みたいですか？見つかった。貼られてたか、ペオルシンにも。なるほど、まずいことになったっぽい。なるほど、ペオルシンにもうさっきの時点で貼られてたな。ハイパシアに操られ、ハイパシアからペオルシンに入ってナヒーダと触れて、ナヒーダの本体の位置がバレたってことか。えぐっ。おい、博士えぐいて。とんでもなくない？まあ、博士がやったのか、スカラマシがやったのかまでわからんが、まあ、受注ハッカー博士だろ。アーカー社を通じて、どうのこうのみたいなのわからんけどな。ハイパシアが操られたと、まあ、操ったのかどっちかわからんが、まあ、どちらにせよ博士が残響かどちらかが、操りナヒーダの位置まで特定できてしまった。これはまずいことになったな。とんでもないことになったぞ、これ。このままナヒーダが襲われてしまったら、ナヒーダは神の心を失われ、積むんじゃないか？スカラマシュ好きかい？大好きです。ちなみに今のところファテス全員好きです。宿女も好きよ。はい、好きです。タルタリア、スカラマシュ、博士、宿女の順番やな。今出てきた中で言うと。ガチ好きです。たまらんな。たまらんくないか、だって。マジかっこよくない、スカラマシュ。なまらかっこええな。悪役やっぱ好きなんよね。全体で見てもやっぱ好きだもん。やっぱさ、なんかね、僕の中の一つのさ、好きなキャラの条件みたいなのがあるんだけど、やっぱさ、その、
死ぬ直前までさ、あのもがくとか、割とそのなんつうんだろう、死ぬ直前の描写みたいなのがさ、やっぱされるのって基本悪役じゃん。で、汚い死を描かれるのって基本的に悪役しかいないじゃん。まあ俺少年ジャンプとかしか読まないから、まあそう思うのかもしれないけど、あんまり味方のキャラクターがさ、知りたくないとかさ、あの俺は嫌だこんなところでみたいなあんまないじゃん。でもさ、悪役は何かしら絶対死ぬ瞬間とかさ、散り際が描かれるのよ。それが俺悪役好きなの、わかる？これがやっぱね、いいのよな。やっぱジャンプ作品とかだとさ、なかなかね、自分たちの味方のキャラが悲惨な死を遂げるってあんまり描けないのよね、ジャンプのブランド的にも。でも敵って結構もう自分の信念のまま突き通すのもかっこいいし、もう最後の最後まで死に抗って、いやだーみたいなのもいいしっていう、描けんのよ悪役って。それがいいです、それがいいです。で、悪役だけどまっすぐなのもかっこいい、それがいいです。はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとスカラムシュに興奮しちゃいました、失礼いたしました